こんなになんの？ラブキューレって。ラブキューレってこんなになんの？ラブキューレって朝一から期待値あるんじゃん。リセットは期待値あるみたいなんで、前日一番出てた台てか、まあ一撃5000枚出てた台を打ちたいと思います。あ、EX だよ。どういうことこれは。これか。うわこれ燃えるな。これ第3停止後に停止ボタンで、これはちょっとすっ、いいんすか、ね、これ打ちますが、タバコを吸いに行きます、ね、611枚プラス、46枚なんで、657枚かな。これ後で出てくんのかな。はい、ゲーム数で言うと659ゲーム、使いは、611枚プラス、ワンプッシュ1000円で、657枚つ。ボーナス4回ぐらいは欲しいか。枚数にもよるけど、通常時一番頑張った、生駒を3択は狙いたいと思いますね。中からですね、3択が出たら、はい、3択正解で後期。それじゃないんだけどな。画面シェイクシェイクしようぜ、シェイクシェイクしようぜ。へいへい、いいね、いいね。 0.8% で1000だっけ。もう震えねえかな、ボタン。はい、217、最高。はい、画面がシェイクして、お前かいと。 25% 2回残念ながら当たらず、ただ引けてる。後期3択は当たる。 25% の抽選、3回目、4回、よしよしよし。300だったら嬉しいな。とりあえず総投資で5000しか使ってないんで、まあ、プラスはプラスです。ただまあこの台でね、657枚か使っちゃってるんで、そこまでプラスにしたいね。まあさっきみたいにね、 25% を重ねて重ねて重ねてさせればいいんだから。 OKOK。 おっ、じゃあ初手から狙っちゃうよ。あ、ダメじゃん。でも赤出るんだったら刺してほしかったな。くほー、ちょっとテンション、あね、3セット315枚最高ということで。あー、ついてねえよ。はい、じゃあ流しましょう。344、使い657枚、回収344枚でマイナスの313枚ということになって、まあ、トータルでは、浮いてます。ただもう微妙に浮いてるだけです。次の台探したいと思います。
あ、カラクリサーカス、やっぱスマスロ動くじゃん、全然。やっぱね、いいじゃないですか。むずいね。うわ、オキドキすげえな、おい。まだ出てんの。あ、もう一撃4000枚超えてる。いいね、いいな、いいなですよ。00の400の萌え千葉ってどうなの。俺萌え千葉見たことないのよ。ここ抜けて一旦タバコを吸います。僕は思い切って、さっきね声かけてくれた子がいたんですけど、稼働貢献士でした。はい、すごい。多分ね、寝台系は入ってるってことだよね、これ。まだ出てた、6000枚。オキドキゴールド一撃6000枚、まだ出てました。すごいね。0031ゲームの北斗打ちますか、こうなると。リセのカバネリとタンスルーのカバネリがあるから、あれが動いてくれればいいなっていうのと、ゼニガタは終わんないから北斗の31ゲームを打つしかないですよ。マイナスじゃない台ってなると。あ、卵やってる。卵買おうかな。これを触る日が来るとはな。時間がないと。取れ高はでももう十分でしょ。時間もね、取れ高ね、ホールに打つ台落ちてね、ほらこんな店やだになっちゃうから。そうなったら十分拾ったよ。朝一から最高の展開だったよ。どうしたいよ。北斗の31ゲームしか空いてないよ。お前カメラに見えねえからっつって顎でこうやんのなしだからな。こうやんの分かったよ。やってやんよ。邪魔なんだよいつも。あ、まあ、ほんと専門学校からやり直せよ。専門学校の最初の授業で教えてくれるわ。9の時カメラの前に手出しちゃダメだよって、うん。リセット北斗31ゲーム344枚あります。ジャギわかんないけど今引いて刺そうぜ、うん、刺そう刺そう、これで刺そう。81ゲーム。あら、はいはいはい、もう一丁。はい、このまま残り17ゲーム飛んでてくれればいいんですけど。あるね、あるね。赤、赤をください。赤、レバー使っちゃった、恥ずかしい。あと、これが稼働貢献士です。え、いやだから今尺稼いでんのよ。やじょう99ゲーム。下段に滑らないですね。まあ外れますけどね。白よし、尺稼ぐのはこれからですからね。え、ちょっと待ってください、使い確認します。160、なんで使い184枚です。北斗で尺稼ぐっつったらやっぱりね、無双転生チャンスで、あとは昇天、まあ、この辺でやっぱバシッと稼いでいきますんで、パンチかキックだったら許す。だいたいそうよね。ちょうど2セット200枚。使い184枚、回収、189枚、プラス5枚です。やりました。コメントでね、ちょくちょくね、後ろで境内いじってんじゃねえよみたいのがあんのよ。ね、真面目にメモってんだって。ね、
黒猫のウィズやってるわけじゃないんだって。でも俺はたまにスタービーチやってる可能性もあるなって思ってんだけど、うん、真面目に真面目にやってんじゃん、馬娘やってんじゃん。一応ねこれね解析出たんですよ。で期待値がどうかっていうことは正直わかんないですけど、一番ダメなモードわかります？一番ダメなモードは B なんですよ。要は一天井まで持ってかれる上に解放がないんですよね、執念ポイントの。でも A は執念ポイント解放するから B から出てくるんですよ。でメニューのチビキャラの網は200月到達で滞在モードをしてすげえすげえんですけど、上位モードの期待値がアップで B4% しかないんですよ。要は一番ダメなのが 4% しかなくて A10% 要は最大天井もありえる 10% で、そこから C10% D10% E12% F16% なんですよ。だからもし最大天井まで逆に持ってかれたとしたら絶対にビッグボーナスもらえるんですよ。他に打つ台ないんだったらこれ打ちます。カメラ的にも場所楽かな。うん、あこお前もうちょっとさすがに俺も甘い。結構ただの顎これだったら分かるよ。2段階さあということで、他に、打つ台がないので、でまあもうほんと B の 4% さえ引かなきゃ OK です、持ちメダル349枚で打っていきますんで。そういえば前多治見店さん来た時、前来た時も最後の最後で銭形打った気するんですよ。これはやばいな。もう450で当たらなかったら速攻現金投資になる。これで、349枚を使い切ると、はい、349枚使い切る。銭形ダッシュ引いてくれ。てか銭形ダッシュ引くためにもまずは子役を引いてくれ。よし、じゃあここから追加投資になります。349枚使って、ここから現金、まあ、5000入ってるんだよ。銭がダッシュ次第では別にこれでも全然いけんだけど。お、銭ガチャはいけるって聞いてるよ。よいしょ、よし、それでいいのよずっと。うわすごい。やもう俺の実践なんかいいから隣移した方がいい。すごいよ銭がダッシュ、ビッグゲームでやりたい放題。下に何の帯も出ないのがめちゃくちゃ怪しいんだけど。いやもう A ならいいんだよこれ。ほんと 4% 引いてるっていうところまで今もう考えてる。そうビッグは夢があんな本当に。だからこれもう800超えたら A でありゃいいのよ、夢はあるから。もうほんと B だった場合ほんとなんかいろいろ引っぺかすよこの辺。まあもう分かった、引けなくていいから通常時は子役入ったらめっちゃ引いてくれよって言ったら引くよね。違うって、やっぱ帯出ないから怪しくないマジで。いやでもいいよ、上まで行ってもいいけど A で行ってくれよ。 A に銭がダッシュが下手すぎるよ。いやこれ頼むよマジで、超えるんだったら A だよ。全部これでいいんだから。あ50100、わあでかい、ありがたい。いやーでもなー、チャンスアップでもあれば。チャンスアップないでしょ。はい、ここチャンスアップなし。当たんない。125月余ってましたね。超わかりやすいですね。ちょうど1万円だから460枚使い809枚です。
ここまで行こう、紫まで。まずは30ゲームのところでデカチャンスが来てくれることを祈りつつ、レア役を引いて上乗せをすると。欲しいのは強チェとデカメね。強チェかデカメが欲しい。これはちょっと強いんじゃないですか。デカメでしょ、うん、100。いや50と見せかけてのやつ。違う違うわ、50です。あれ、当たんなかった。今のデカめで復活もなかったってことなのかな。ないよね、演出がないもんね。こんな短いスパンでデカめを2発も引いたのに。なんか引いたよ。こんなん絶対に、ほらすげえ引くな。180はいける。いや行かなくてもいいね別に、このデカめで当たっちゃえばいいんだから。あら藤子出てきた。ここをこ伸ばすには絶対必要。誰、まあ誰でもいいです。五右衛門なんで熱いよ。くそ、あの演出熱いんですよね、ここの中では。まあ、とりあえず、あと7ゲームあるんで7回、ベル引きたいと思います。くそ、これダメだ。ああラッキー。30、ビッグはビッグはないよ。さあここ俺は目に見えるしか信じんぞ。はい、このガッツチャレンジ、ミラクル。はい残念。まあ残念だけどもうここまでいってるんで150とか見ます。これだって一番強いやつでしょ。これから行って銭形タイム当たりでしょ多分。これはあるんじゃない。これでこの後だって弱い演出行ったらね、それはちょっとつう話だからね。どうしたの、フレンドチェア片付けちゃって大丈夫。俺が当たったらすぐフレンドチェア持ってきて片付けて大丈夫こっから。伸びるよこれ、ビッグボーナスからじゃない。よいしょよいしょよいしょ、すいません、ちょっと隣の方に謝ってきました、初見すぎたんで。さっきぐらいのペースで引いてくれデカめを。まさかの、はい、140ゲーム951枚。あれ さては銭がダッシュいただける。よしこれでもう行こう、150取ろう。弱いの弱いね、赤とか出たらね帯。そうそうそう、全部これでいいんだから。だからこれは天国見ましょうね、150のとこまで。ダメでいいから銭がダッシュ出てきてくれりゃいいんですよこの後。あ699だ、行きましょう。
699、まあ、どこで当たるか分からないですけど、そこまでの使い次第では今プラス域なんですけどマイナスになる可能性があるんで、やめてりゃプラスだったのになっていう結果だけは嫌です。450とかで当たったら多分トータルではマイナスはないんですよ、3枚ではね。うわー、はい、650確定ですね、一番上。いやこれね、100枚ぐらいで終わったらマイナスだぞ。一番上まで持ってかれちって、おい、キャラいないな。マジで今一番大切なのは銭形ダッシュ。205枚なんで690枚、まあだから、500枚出りゃ、さあこっから本当にどんだけデカめと境地を引けるかですよ。デカめと強調を引いてゲーム数上乗せしつつデカチャンスも引きまくるっていうのがやっぱ、いないよ。お願いします。うわ、地道すぎんだろうもん。よし、やめますか。809で、319枚なんで、マイナスの490枚です。この589は打てん。多分一周回ってよしやめようっていうあれよね、このタイミングでハーデスの300とか見つけたら俺は打たないよ。終わり。さあということで実戦の方終了しました、アップされている日がわからないんで、なんて言っていいのかわかんないですけど、素敵なクリスマスをお過ごしください、負けてしまいました、残念ながら。まあ、大した負けじゃないんですけどね、なんだったら最後の銭形浮いてたんですけど、まあまあまあ追わざるを得ないと。やっぱね、多治見店さんは信頼大事にしてるんですかね。とあるもね、人変わってなかったもんね、ずっと打ってたよね。今まで奇跡のような、感想を繰り返してましたが、残念ながら今回何もできずといったところです。この企画がいつまで続くか分かりませんが、そして多分ね、この動画12月に上がってると思いますんで、この次皆さんにお会いするのは新年2024年になっていると思いますんで、皆さん、今年はどんな年でしたか。ということで以上、一休華道根源師秋山通ります、2023最後の戦いでした。ありがとうございました。良いお年を。さようなら。邪魔じゃ、おいお前、いつもなんか締めちゃんとやれっつって言うだろう、お前今締め綺麗にやったらこれだろう、お前、おい。で、来月はあるけど放送は2024年でしょ。だから俺12月の一級稼働こけしは2024年の気持ちでやるから、門付き墓まで来るんだから俺は。ということで、ね、秋山の実践は置いといて、見てる方は、2023年最後の稼働後継者になりますので、来年も続いていたらよろしくお願いします。もしね、1月の、一級稼働後継者で秋山を見つけても、お年玉はねだらないでください。ジュースはおごります。はい、以上になります。ということで、2023年もありがとうございました。良いお年を。さようなら。